おはようございます。ディレと申します。では今回もドラゴンクエストバトルロードビクトリーやっていきたいと思います。前回はしょがりに会いました。装備がモンスターも整っていないのに、竜王にボコされるというとんでもないしょがりを受けてしまいました。洗礼ですねというわけで今回はね、やっていきましょう。今回もさあゲームを始める。1時間プレイしました。気づけばね、ちょっとはね、これ収録終わった後にまた裏でちょっとやってたんですけどね。で今回から大会モード、これがストーリーモードになるんですけど、こちらをね攻略していきたいと思います。まあ、これをでね、まあ一番強いストーリー、一番強いね、あの主人公になるみたいな感じなのかな。なのでやっていきたいと思います。じゃあ大会モードで、大会モードは様々な大会に参加して優勝を目指すモード。おしゃれ着を集めたりカードを集めたりして日本一のバトルプレイヤーになるということでね、カードを集めれるモードになるんですね。やっていきましょう。お、あ、こんな感じなんだ。なんか虫キングのソフトもこんな感じだったよね。なんか虫キングのソフトもなんかゲームボーイアドバンスで出て、なんか自分の家とかお小遣いとかもらってたよなお父さんだ、お父さんだえ、なんだってバトルの大会に出たいだと僕そんな親に言ったことないわいや、偉いぞ、ティラ。ついにその気になってくれたのだな。お前のライバルのリュウタ君は、公式大会ですでにチャンピオン。ライバルだったんだ。ライバルに、リュウタ君ってやつがライバルなのか、くっな親で張り合わないでくれよ。家族間で張り合うのよくないよ。めっちゃ手振ってんじゃんか。ちょっと待って待って待って。待て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 、お母さん。若すぎ、どうなってんねんこの世界観。お母さんが若すぎませんかね。ティラには学校も塾もあるのよいやいやいや、お母さん若すぎますって映画こう昨今のお母さんには珍しい若さですよ。ティラに限ってはそういうことにならないはずよ。僕ね、塾も行ってなかったな。え、ティラの画面うわー、いるいる。今でもね、キャバトにはね、子供と一緒にプレイするね、親子プレイヤーがいらっしゃいます。大体プレイするのはね、親御さんなんですよけどね、親の方の方でね、子供の方がレベル90ぐらいで、なんだなんだと思って見てみたら、それほとんどやってるのはそのお父さんなんですよねお、あ、武器だ、山賊の斧。お父さんお父さん、あ、鋼の、装備カードが手に入るのはでかいですね。この前は戦士で、やっぱり初期装備だったんで、やっぱその分ね、どうしても身の守りとか力が低いっていう思いをしてたんですけど、今回に限ってはそういうことはないのかな。あ、いいじゃん。聖堂の盾もいいですね。なかなか使えるカードですね。あ、ここでスライムもらえるんだ。初期でね、あ、じゃあストーリーも先やった方がよかったのかな。あ、ドラキーいいね。大好き。ドラキー大好きなんですよね、僕。あ、シールドこそ、え、草原モンド3体か。おお、え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 、スペシャルカード。お父さんお父さん、だいぶやったねちょっと待って、だいぶやってんぞお父さん。これちょっとお父さん、あなたちょっとどんだけ連呼したんですかね。あなたちょっと聞きたいんですけどまあそうっすけど、はい、ありがとうございます。ちょっとお父さん、ちょっとだいぶやりましたね。あなた実はハマったんじゃないですか、もしかして龍太くんに挑戦してくるといいぞって。ってことは、今から、あ、え、すげえ、あ、すごいな、フィールドを歩くんだ。へえ、すごいですね。フィールドを歩いて街の人と話ができたりするんですね。すげえ。こっち、じゃあおーい別な面白いわけじゃないんですけど、あなたちょっとあのですね、バトルモードってちょっと個人的に思うんですけど、別にそんな体鍛える必要はないんじゃないかと思うんですよ。兄弟ゲームですよ、たかが兄弟ゲームですよ、あなたあ、リュータ、え、おお、あ、ティラちゃん、バトルロイドに来たんだな。うん。おい、戦うの嬉しいぞ。おい。こんな道場でもけどさ、あ、バトルロイド守護しててくれるな。うん。
なんか生意気そうな口調してますね、この人ね。結構こんな表情とは何事だ。まあ確かにこのおじさん、このおじさんも、もうリアルファイトでめっちゃ強そうじゃん。よくないですね。お、何？何これ？ビクトリーマシーン。なんだなんだ。物騒な名前ですね。我が友であるモリーが開封した、どこでもバトル可能だぞ。やば！そんなん、ねえ、どこの中学生が本当にもう憧れたぞ、そんなんあったら。修行が終わった後っていうのは仕事、チュートリアル的なことなんですかね。あー、トレーニングか。なるほどね。これはチュートリアル的なやつだね。まあ、私、経験者なんですよ。一回戦で負けと。私、経験者なんですよ。私、経験者なんですよ。まあ、シャープ1でね、なんか経験者の割に、なんか、暴れ後ろに殺されたっていう過去あるんですけど、別に経験者なんで、大丈夫だと思います。はい。もう分かってるんで、やり方は。はい。よろしくお願いします。大丈夫です。僕経験者なんで、まあ、そんな、ポンポン曲げるではないです。はい、大丈夫です。で、この人と話すわけね。待ちくさみです。バトルちゃんと覚えてか？お？俺たちのバトルズだ？うん。バトルズを見せろ。うん。ってことは？ってことは何？これってもしかして、あ！これってもしかして対人戦ができる的な？あ、本当にそういう感じなんだ。へぇー。あ、主人公を使って武闘家とバッて。いや、これは結構やばいパーティーだな、本当に。ちょっと待って、武闘家のドラゴンケースキースは結構ガチだぞ。そしてね、ここは負けるわけにいきません。いきましょう。ボルブル、さまよいろいガーゴイルの登場でございます。皆さん剣を持っていらっしゃいますよ。まあただね、相性はどうしても発生しないんで、ちょっとこれはどうなのかっていう部分はありますが、頑張っていきましょう。さあ、問題はこの、ドラゴンキッズという強キャラがいらっしゃるんですよね。とりあえずスペシャルカードがね、この前そうなったんですけど、この前使えなかったんですけど、先ほど手に入れた、このスペシャルカードを使う。この補助回復で、スペシャルカードを使うことによって、そのターン有利な効果が発生する。今右上に、ちょっと待って待って待って、レベル50って書いてあったぞ、今。武闘家レベル50。嘘だろお前。チュートリアルでやることか。いきましょう。ロトの紋章を使います。ここで1ターン目から使ってみましょう。武闘家レベル50ってやばくないですか。だいぶやり込んでますよあなた。獣人剣、待って、獣はいない、大丈夫。獣はいないけど、うつよ、マジで。待って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 、これチュートリアルでやるレベル、ちょっと待って、チュートリアルでやるレベルじゃないと思うんですけど、ちょっとどうですかこの戦い。ちょっといいね、回転アタック、これ全体攻撃です。ロトの紋章がうまく発動すれば、ここでダメージが稼げますが、どうでしょう。おお、いいね、いいね。さあ、ガーゴイル新戦力バギーマンを唱えました。真空の呪文が吹き抜ける、いいね、大丈夫大丈夫。ロトモンが発動すればでかい、オッケー、いいっすね。ロトの紋章が発動することでね、だいぶいい、ラッキー。あ、避ける、マジか、避けるか、あ、でもいいですね。ルトの紋章の追加攻撃発動、これでね、だいぶ楽になりました。アイスクラッシュ、うわ強っ、マジか。いや、これは負けんじゃないかな、これは。向こうが早い。あ、待って、デインはやばい。デインの雷撃呪文、デインはだいぶダメージが出ます。さあどうだ、いやー、うん、やっぱり、いや強い強い。あー、ガーゴイル避けないし、さあここで切り返して いけたらいいんですけど、真空の呪文が吹き抜ける、きついな、これは黒すぎり、いけ、なんで。ちょっと待ってください。これはチュートリアルでレベルじゃないと思うんですけど、本当に。
いや、これはバトルのやり方を覚えたとかそういうレベルで勝てるもんじゃないと思うんですよ。私前面が間違ってるんでしょうか。きついです、これはきついです、きついです。負け、なんで向こうがスペシャルカード発動してくるんだ。終わった。ミリオだ、奇跡やだったしも。これでもう私の攻撃が通じません。ガチ勢です。相手はどう見てもこれガチ勢の動きです。こちらどう見てもやり込んだガチ勢の動きです。私が勝てるはずもありませんでした。本当にごめんなさい。勝負あり。あのですね、これはですね、あの資産の皿と思うんですけど、あ、これがおじゃすげえやつだ。おバトルブレイクやった俺こそ思ったの。おおおバトルブレイクの強さの目指すみたいなもんで、たくさん止めるランクが上がるんだよ。うん、強いやつに勝てばたくさん上がるし、負けたばかりで頭たまんねえお前みたいに。うん、でもお前も今日始めたまで何回か一戦言ってるよ。ほら、うん、この頃取っとくよ。おい、あげるよ。さっき使ってたのマジの爪なんですよ。鉄の爪は何の意地悪ですかねこれね。あら、あら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 、いいの？ドラゴンキッズ？あら、いいの？しかも、ロトコレじゃねえかよ。しかも、レアモロっすね、これ。黒縁は基本的にレアです。これは負け入れ的なやつなんですかね。長い間修行に使ってた。ドラゴンキッズはね、個人的にやっぱね、強キャラなんですよ、結構な。後半に出たミニモンスターで、かなりのね、強キャラです。賢さの、やっぱ賢さの低さをデイで補って、連続ブレスのね、高い火力があるんで。お、あ、公式大会がまた始まるんだぜと。それで優勝していくモードなんですね。おっと、強い出てきた。俺楽しませてくんねえかな。ちょっとお前じゃ足んねえわ。いやー、本当にね、てっきりチュートリアルだったんで、まあ、てっきりね、弱いんかと思ってたんですよ。まあ、ただ、現実は厳しくてね、武闘家レベル50というね、だいぶやり込んでらっしゃる。もうバトマスナイフも近いですね、この人ね。はい。ひなちゃん、慰めてくれよ。あいつガチ勢だったよ。ボコボコされたよ。しょがりだよ、しょがり、あれ。リュータとのバトはどうだったのかな。それがなんとなく想像つくけどね。あ、スライム系のモンスターでチーム、いいじゃん、スライム系。スライムなんか弱いからやめろって言われるけど。あ、でもね、一部ね、強キャラいらっしゃいますよ、スライム系にも一応。で、スライムスって、言うてね、このゲーム、まあ、スキャマトっていうやつでは結構スライム系って弱いんですけど、モンマトって結構どのモンスターも活躍できるっていう、すごいいい調整がしてあって、大きいモンスターは遅いし、命中率も低かったり、回避率も低かったりするんですけど、小さいモンスターはその分回避率高かったり、素早く行動できたりするんで、別にね、弱くはないです。どのモンスターも。あ、ヒナにバトルを挑まれた。何これ、なんか、どっかの RPG、育成 RPG みたいになってる。やろう。お、さあ、相手チームは何を使ってくるの？スライムを使うってことでね、ヒナちゃんは。何を使うでしょう？違う。はい、スキャン完了、いきまーす。ドラゴンキッズ、ドラキー、シーズンこそ。こちらのモンスター、1569。HP の実数値はちょっと低めですが、ここから相性発動します。草原森チーム、ミニモンスター。ミニモンスターチーム発動です。こちらはね、ミニモンスターチームということで、攻撃を避けやすく、HP も高いという。まあ、結構ファンシーなチームですね。小さいからといって侮ってはいけませんよ。さあ、先ほど新戦力のね、ドラゴンキッズも増えて、さあ、やっていきましょうか。と強くなります。ここでさあ、ドラキーが動いた。超音波です。はい、いいね。風属性攻撃、ロトモンスターを発動しました。さあ、シルコゾね、小心者だ。いいね、これで守備力も上げます。これで小心者ですが強いですよ、こいつは。さあ、スライムのジャンプ切り、斬撃2話目。さあ、新戦力ドラゴンキッズ。さあ、デインで賢さは低いですが、雷呪文に恵まれています。いいですね、デインは強い。その雷は弱点のモンスター結構多めなんで、デインを使える
モンスターは必然的に強いんですよね。あー、これ避けないか。守備力が下がったぞ。さあ、でもロトのモンストでだいぶ楽になりました。ロトのモンストを使ってだいぶ楽になりました。うまくいければこのターンで押し切れると思いますが、さあどうでしょうか。スラバーニング通行率が高いんだよな。これもドラキーに行った。あー、キャー、強いなー。噛みつきに行きましょう。はい、もう俺はあまり聞いていない。サマヨルに行ってしまった。さあキングダムソード、あー避けないか。避けてほしいな。ミニモンスターは回避率が高いから。さあ必殺連続ブレス、威力が高いんです。これ結構いう方が避けられている。突撃スライムライト一気に避けていく。さあこのターンで終わるか。欲しいものだー。 OK。 ギリ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 じゃねえかギリギリ勝てたなですね、戦ってるうちに、午後5時から午後8時です。こんな時間まで遊んでたらね、お互いの親が怒ります。どう見てもどう見ても、おっと、しかも友達からお金を巻き上げるというとんでもないことしてますね、この主人公マジかよ。うわ、負けちゃった初めてばかりなのに何してんのよ。1勝で3時間してお金巻き上げて大問題ですよ。皆さん真似しちゃダメですよ。しかも服まで取っていくっていう、服までしかももう巻き上げるっていう、ちょっとまずいですよ。身につけるとバトルドアモンさんいろいろ効果が現れる。へえ、そうなんだ。あ、そういうのを身につけてさらに強くなるってことか。なんだ、携帯だ。え、もしもし、待て待て、8時門限って嘘だろ俺の家8時門限なんてなかったぞ。5時だったぞ。お母さんに怒られる前に自宅に帰ることにした。強制送還ですかいつも手挙げてんなお前、腕痛くないのか心配になります。お母さんが日が暮れてるまでなので、やっぱりゲームに夢中じゃない。まあそうですね、今のね、今の時期僕もね、休みの日にはいつも大型デパートに行って、まあ買い物とか、服見たりとか、で、最後終的に結局スキャバとして、で、気づいたら8時に帰ってる。似てるわ勉強もするらしいので言うことなしなんだけど、本当にすいません。帰ってきたな、バドルドどうだ、バドルドどうだ、お前さ、お父さんお父さん、あなたの方が熱中してるじゃないですか、もしかしてこのゲーム。そうか、みんな強いんだな。しかも公式大会が始まって、それはお前も予想するしかないな。公式大会ってのはね、なんかね、抽選が基本的にあって、抽選漏れするっていう人は、あとは立たなかったんですよね、正直。あの時代って。人気のカードゲームだったんで、抽選券が出て、で、抽選されなかったらもう出れないんですよ、いくら強くっても。なので、抽選に漏れた回数は僕、星の数だと思います。お父さん、抽選あるんだよ。お父さんの方が夢中なんじゃない？お母さん、同じこと思ってんね。まあ、あんだけカードを、笑うな、急に。明日ね、ちょっと怖い、怖い、お母さん。お母さんのセリフちょっと怖いです、あなた。また遊べますかね？おやすみなさい、ティラーって。おやすみなさーい。そして夜が明けた。おはようございます。いや、午前10時。寝過ごしとる。もう思いっきり寝過ごしますね、この主人公ね。午前10時ですよ。夜が明けてるというレベルじゃないですよ、あなた。ちょっと待って。僕みたいな性格してるの、本当に。おー、あ、こういう感じなのね。ちゃんと自宅でこういう着替えたりセーブゲーム使用できるんですね。はい、じゃあ今回はね、25分ということで撮ってる時間が30分近くになってしまったね。時間もいい感じなんで、今回これぐらい終わりたいと思います。まあ次回はね、しょがりに合いそうな気がしないですけどね、抽選漏れかしょがりでしょ、大会行ったら。ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。